フランクリン軍はアメリカ合衆国アイオワ州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1万680人であり、2000年の1万704人から0.2%減少した。軍庁所在地はハンプトン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。フランクリン軍は1851年1月15日に設立され、軍名は アメリカ合衆国建国の父ベンジャミン・フランクリンにちなんで名付けられた。ハンプトン市にあるフランクリン軍庁舎は1891年に建設され、1976年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は583.01平方マイルであり、 このうち陸地は582.44平方マイル。水域は0.57平方マイルで、水域率は0.10%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。フランクリン郡ではフランクリン郡祭が開催されている。 毎年7月半ばの5日間開催される。この祭りはハンプトンシニッシュ側にあるお祭り広場を会場にしている。伝統的に催し物は水曜日にバーンズプラカロデオで始まる。木、金、土曜日は通常国内で知られた音楽のコンサートがある。日曜日には蜂のアザレースがある。無料の娯楽や遊園地の乗り物もある。お祭り広場ではフランクリン群歴史博物館、 プレザントヒルおよびグランパ農園が出ている。軍内には高校が4校ある。ハンプトン・デュモントコミュニティ教育学区は、ハンプトン市にある幼稚園生から12年生までの学区であり、ハンプトン、デュモント、アーデール、ハンセルの町から生徒を受け入れている。児童数は1194人である。ウェストフォークコミュニティ教育学区は、シェフィールド、ジャピン、ミザーベーソーントン、 ロックウェル、スワルデールの町から生徒を受け入れている。児童数は764人である。アグイズコミュニティ教育学区は、アックリリー、ジェネバ、ウェルズバーグ、スティームボートロックの町から生徒を受け入れている。児童数は654人である。CAL コミュニティ教育学区は、ラティマーの南にあり、クールター、アレクサンダー、ラティマーの町から生徒を受け入れている。 児童数は274人である。ありがとうございます。